再生の嵐が日本のエンタメ界を襲う、滝沢秀明の新たな野望、飛べとエスミルインアップが手を組んで描く衝撃の映画プロジェクト、エンターテインメント界に驚きの波が押し寄せています。旧ジャニーズ事務所出身のタレントと滝沢秀明率いるル、飛べ、所属タレントが今年公開予定の映画で共演することが発表されました。 元ジャニーズ副社長として知られる滝沢氏が事務所を離れてからの共演はまさかの展開となりました。映画制作スタッフが明かすところによれば、戸部所属のインプ、の津ばひはれさんと、エスミルイーアップ、所属のヒジェッツの井上瑞希さんが今年公開予定の映画で共演します。舞台を映画化したもので、戸部とエスミルイーアップの共演は初めて、ファンにとってもビッグなニュースになることでしょうとのことです。旧ジャニーズ事務所は、 昨年10月に社名を S ミルイーアップ2位変更しました。この変更はコジャニー北川氏に関連する問題を受けたもので、タレントのマネジメントとエージェント業務は別会社 STARTO エンターテインメントに移行する予定です。一方で、滝沢氏が率いるとべには、やめジャニーから多くのメンバーが合流し、新たなエンターテインメントプロジェクトが進行中です。 共演が実現することは予想外でしたが、実は伏線はあったようです。戸部は今年3月に東京ドームでの公演を開催し、全タレントが出演する予定です。昨年12月の取材会で滝沢氏は旧ジャニーズに言及し、タレント同士みんな仲がいいと思います。全然ありだと思っていますと語っており、共演の可能性を示唆していました。滝沢氏は日本のエンターテインメント界が経営。 ポップなどに押され、君であることに危機感を感じ、トベとの協力によって、日本のエンターテインメントを再生させたいと考えているようです。一方で、旧ジャニーズサイドもトベとの共演を通じて、再生をアピールし、妖怪全体の活性化を図りたいとの見方があります。興味深いことに、映画の脚本を手掛けるのは、放送作家、脚本家として知られる鈴木おさむしです。彼は、スマップスマップに関わり、 スマップ解散騒動をドキュメンタリーで描いたことで知られています。旧ジャニーズサイドとの対立も含め、鈴木氏の脚本を受け入れることは難しいと思われましたが、それでも共演映画に彼の才能が寄与されたことは注目すべき点です。この禁断の共演が日本のエンタメ界にどのような影響を与えるのか、ファンや妖怪関係者は興奮と期待に胸を膨らませています。 異なるジャニーズの絆が新たなエンターテインメントの扉を開くきっかけとなるかもしれません。あなたはこの予測不能なコラボにどのような期待を寄せていますか